リュドミラ・ミハイロブ・ナ・サベイリエは、または、リュドミラ・ミハイロブ・ナ・サベイリエバは、ソビエト連邦、ロシアの映画女優、バレリーナ。レニングラードで、レニングラード包囲戦の下中に生まれた。1962年、レニングラードバレエ学校を卒業し、レニングラード黄色フ歌劇場の一員となった。1964年、眠れる森の美女の映画化作品に出演し、これが、 映画デビュー作となった。レフトルストイ原作の映画、戦争と平和を準備中であったセルゲイ・ボンダルチュク監督の助手に注目されたことがきっかけで、サベイリエワはスクリーンテストのためにモスクワに招かれた。彼女はそれまで全く演技経験がなかったが、何度もテスト、チェック、リハーサルを重ねた後、既存の女優にはない潜在能力をボンダルチュクに認められ、 ナターシャロストア役に抜擢された。1966年6月19日、戦争と平和第一部の日本公開のため、ボンダルチュク、アンドレイ役のビアチェスラフチーホノフ、エレン役で出演したボンダルチュクの妻のイリーナス・スコブツェワラと共に日本を訪問。翌20日に東京プリンスホテルで記者会見を行った。戦争と平和は1968年の 米国アカデミー賞の外国語映画賞を受賞し、サベイリエワは国際的に知られるようになった。1970年にはマルチェロ・マストロヤンにソフィア・ローレンと共演したビットリオデシーカ監督のイタリア映画、ひまわりに出演した。1985年にはロシア・ソビエト連邦社会主義共和国から人民芸術家の称号を送られた。夫は、 俳優のアレクサンドル・ズブルエフ、ナターリアという娘がいる。ありがとうございます。